ご案内いたします。高電車は16時56分発特急マホロバ号新大阪行きです。高電車は特急列車です。ご利用には乗車券の他に特急券をご用意ください。16時56分発特急マホロバ号新大阪行きです。奈良を出ますと次は終点の新大阪です。途中の駅には止まりませんのでご注意ください。お待たせいたしました。特急マホロバ号新大阪行きです。まもなく発車いたします。次は終点の新大阪です。発車後揺れることがありますので気をつけください。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。特急マホロバ号新大阪行きです。いにしえの都奈良を後にしまして大和路線旧法寺からは大阪東線を通り新大阪へと向かいます。新大阪には17時47分に着きます。続いて車内のご案内いたします。列車は前から3号車、2号車の順で一番後ろが1号車です。失礼いたしました。列車前から1号車、2号車の順で一番後ろ3号車です。重積は一番後ろの車両3号車です。重積は一番後ろの3号車です。洗面所、お手洗いは1号車と2号車にございます。1号車には女性専用のお手洗いもございます。車内はデッキを含め全て禁煙です。おタバコはご遠慮ください。携帯電話、スマートフォンのご使用についてのお願いです。携帯電話、スマートフォンは音の鳴らない設定にしていただき、通話の際はデッキをご利用ください。車内でできましたご不要のものはご面倒ですがゴミ箱にお捨てください。皆様が快適にご利用できるよう車内美化にご協力をお願いいたします。担当乗務員、運転士は JR 西日本の車掌はです。終点の新大阪までご案内いたします。ご用の際はどうぞお気軽に車掌までお持ち付けください。車掌室は3号車にございます。お待たせいたしました。次は終点の新大阪です。17時47分に着きます。お出口は左側です。それでは皆様、マホロバ号でのひとときをごゆっくりとお過ごしください。旧法寺から大阪東線に入りました。大阪東線について少しご案内いたします。大阪東線は新大阪旧法寺間 20.2 キロの路線です。この路線の歴史は古く、90年前には貨物列車の走る上等貨物線として線路がつながっていました。2008年3月に旧法寺から花天館が、そして今年2019年3月16日に花天から新大阪間が大阪東線として開業しました。大阪東線はほとんどの区間が高架の線路です。この後進行方向左側には天王寺にあるランドマーク、あべのハルカスをご覧いただけます。あべのハルカスは地上60階、地下5階建てで、その高さは300メーターと現時点では日本一の高さを誇ります。またこの先進んでまいりますと、大阪梅田にそびえるビル群の夜景などもお楽しみいただけます。しばらくは大阪東線からの車窓をお楽しみください。ご案内いたします。まもなくしますと列車は淀川を渡ります。淀川を渡る際、進行方向左手後方には梅田のビル群の夜景がご覧いただけます。またこの付近の上空は伊丹空港へ着陸する飛行機のルートになっており、タイミングが合いますと全国から伊丹空港へ降りる飛行機も夜景に花を添えてくれます。
皆様、奈良でのひとときはいかがでしたでしょうか。マホロバ号が走る山戸寺沿線には金魚の町として知られる郡山、聖徳太子ゆかりの寺、世界遺産法隆寺など魅力ある名所があふれています。冬を越え春になると佐保川沿いに数キロにわたって続く桜並木、奈良と大阪の県境近くにある河内片上駅の桜並木など淡い桜の花々が沿線の景色を盛り上げます。奈良の町は春のお水取り、夏の十日絵、秋の正倉院展、冬の山焼きなど四季それぞれにいろいろな表情を見せてくれます。あとおよそ3分で終点の新大阪に着きます。新大阪から先 JR 京都線各方面への特急列車と新幹線、地下鉄線はお乗り換えです。お出口は左側3番乗り場に着きます。続きまして乗り換えのご案内をいたします。山陽新幹線ひかり477号、岡山行き18時2分22番乗り場、のぞみ45号博多行き18時5分21番乗り場、九州新幹線直通のさくら569号鹿児島中央行き18時8分20番乗り場です。東海道新幹線のぞみ44号東京行き18時6分26番乗り場、ひかり532号東京行きは18時16分27番乗り場です。関西空港線の特急はるか47号関西空港行き18時ちょうど着きましたホーム3番乗り場、紀ノ国線の特急黒潮23号白浜行き18時15分こちらも3番乗り場です。北陸線の特急サンダーバード39号金沢行きは18時16分向かい側4番乗り場です。北近畿方面コウノトリ19号豊岡行きは18時1分ホーム変わって10番乗り場からの発車です。この先は揺れることもありますのでお足元にお気をつけください。今日は JR 西日本の特急マホロバ号をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点の新大阪、新大阪です。到着前にも揺れることがありますのでしばらくはお足元にお気をつけください。お出口は左側3番乗り場の到着です。なお3号車の後ろ寄りには出口はございません。前寄りの出口からお降りください。この列車は到着後回送列車となります。車内にお忘れ物ございませんようお出回り品を今一度お確かめください。ご乗車ありがとうございました。終点新大阪、新大阪です。またこの特急マホロバ号で皆様とお会いできますことをお待ちしております。ありがとうございました。